ハローベルディ、東京ベルディトライアスロンチームの江田芳子です。今回はじゃん、ドクターベックマンの商品を紹介していきたいと思います。はい、このロゴって見たことありますか？はい、見える。はい、まあ、自分も確かお店とか外国系のお店を取り扱ってるところでこの商品見たことあります。あとたまたま Amazon とかで調べてた時になんか出てきたことがあります。はい、ドイツ発祥の、まあ、洗剤でとても地球環境について考えられた商品になっています。あとはこれから紹介するんですけれども、特にこれですね、さっき言ったこれ、チェーンのオイルが落ちるそうです。まあそれは詳しく後で紹介していきたいと思います。まずは、まあ、洗濯とこう地球環境ってどういう関わりがあるのって考えた時に、私自身なんか学生時代にキャンプ実習に行った時、キャンプに行った時に確かになんか髪を洗うとかボディソープ洗うときは石鹸以外使っちゃダメとか、水だけで洗いなさいとか、あとお皿洗うときとかも洗剤をもうできるだけ使わないようにして、あのお皿を洗いましょうって言った、まあ、学習実習をしたことがあります。その時はなんで使えないのかなって確かに思ったりしたんですけれども、そういった汚れた水をこう流すことで環境問題につながっていく、まあその場面一回限りだとまあ多少のことだと思うんですけれども、それをこう何回も繰り返したりとか、まあ全員がやったりしてしまうと多分海とかも汚くなっていくのかなっていうふうに思います。環境のことをすごい考えられた上、汚れもしっかりと落ちるっていうような商品になっています。はい、特に気になったのがこれですね。あのチェーンオイルがすっきり落とせるっていうようなこの洗剤ですね。後で実際に試してみたいと思いますが、本当に落ちるのか。はい、なんかふとした時に自転車とか乗ってて、例えばチェーンが落ちたとか、なんかちょっとチェーン触っちゃってそのまま服で手を拭いたりとか結構私もあるんですけれども、そのような汚れってなかなか落ちない。でそういう時に限って大切な服を着ている。まさに自分もチームジャージにチェーンの跡をつけてしまったので、まあそのようなものが落ちるっていうような、このはい、トライアスロンや自転車ライダー向けの洗剤になっています。はい、あとは次、ドクターヘペックマンのトラベルウォッシュ、これいいですね。旅行用のジェル用の洗剤になっていて、軟水でも硬水でも世界の水に対応するそうです。で、普段の靴下、下着洗いにもとてもいいみたいで、機内持ち込みも OK だそうです。こないだフィリピンに行った時もう洗剤持ってて手洗いしたんですけれども、硬水、やっぱり海外の水って硬水だからそれで洗っても全然泡立たなくて、ちょっとちゃんと洗えてるのかなって思ったので、今度このジェル持って行って実際に洗ってみたいと思います。あとはこれ、襟袖の黄ばみ&シミも消えたペンです。これ社会人の方だったりサラリーマンの方、ワイシャツとかの襟って多分汗ばんで黄ばんでしまったりすると思うんで、その時にこのペン仕様になってるんで、それをそのところをこすって落とすっていうような商品です。はい、で次はこれ、これも同じような形で、これの特徴が
これプレウォッシュエリソでシミ取りです。洗濯用洗剤ですね。こっちはそのもっとピンポイントに汚れを落とすペンになっていて、これの特徴がこのキャップのところにこれがついてるんで、ここからちょっとこうやって汚れがついてるとこ、シミがあったりするところをピンポイントに汚れを落とす商品になっています。はい、それでは実際にこれチェーンついた洋服を使って落としていきたいと思います。落ちるのかな。はい、ではやってみましょう。バイクジャージについたチェーンの汚れです。これを使って取っていきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。実際これ落ちました。はい、ぜひこのような商品をまた紹介していきたいと思います。私もいろいろと愛用して、これからのトライアスロンの生活に役立てて、効率よくこう遠征とかでもしっかりと綺麗な服を着つつ、こう物と服とかも少なく持ってって、こう自分でもこの洗剤で洗濯してみたいなっていうふうに思います。はい、それではチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。リクエストありましたらコメントよろしくお願いします。パーソナルレッスンやっています。概要欄見てください。はい、それではまた会いましょう。